地震防災チェック。今月9日、伊豆諸島の鳥島近海で規模の小さな地震が多発し、八丈島で60センチの津波を観測したのをはじめ、太平洋の広い範囲で津波が観測されました。当時、津波を発生させるような大きな地震は観測されていませんが、なぜ津波が発生したのでしょうか。常葉大学の阿部郁夫副学長は、津波工学を専門とし、主に津波の発生メカニズムなどを研究しています。今回の津波についても、発生後からデータを集め解析を行っています。大きな地震がなかったということで、そのじゃあ地震の断層がですね、その津波を起こしたのかどうかっていうのが、まず一つのですね、大きなポイントになるかなというふうに思ってます。その一方ですね、火山がある地域でもございますので、そのマグマが関係して津波を引き起こしたのではないかというふうな指摘もございまして、両方のパターンのですね、津波の発生モデルっていうのを考えて、今何パターンかですね、そのシミュレーションしているところになります。こちらが地下のマグマが影響して津波を発生させたモデル。赤いところが津波が伝わった場所で、高いところほど色が濃くなっています。津波は八丈島など北側方向、そして四国など西側に伸びているのが分かります。この鳥島近海で、まあ、今回と同じような津波が起きれば、同じようにですね、やっぱり四国とか九州の方により高い津波が行ってしまう恐れがある。駿河湾ではあまり津波は高くならないんですが、一方ですね、遠州灘の方はですね、少し駿河湾に比べると津波が高くなりやすい傾向があるのかなっていうふうなことがですね、分かりました。実は鳥島近海では1984年にも大きな地震を伴わず津波が発生したことがありましたが、この時も断層による津波なのか、マグマの影響による津波なのか、研究者の間で意見が分かれているようです。今回の津波について阿部教授の見解は、どっちも計算してるんですけど、今のところマグマの方がちょっと観測された結果に近いんですよ。津波注意報が出された場合は、すぐに海から離れることが重要だといいます。地震イコール津波ではないっていうふうなことなんです。だから地震の揺れがなくても、地震のマグニチュードが小さい地震であっても、津波をですね、発生させる可能性は十分にありますというふうなことをですね、改めて確認していただければなっていうふうに思います。揺れを感じなくても津波に関する情報が出た場合は、海岸付近から離れ避難することが重要です。